で、あの3種類のパターンで商品名作ったわけ、うん、それが漏れてチンコスコめっちゃ売れてるさ。チンコスコなんだ。要はチンコスコってこれ結局チンコの形してるただのチンスコなんだけど、要はお土産っていうものは、お邪魔しております。あ、どうぞどうぞ大丈夫ですよ。写真いきます。はい、おいで。三原さん隠れてる。チンコスコっていうのじゃなくて、自分は神様の乾燥うんこっていうので売り出せって思ってから、うん、ありがとうございます。神様の乾燥うんこってやろうと思ったわけよ。10秒前です。9、8、細原さんだよ。誰にも言わないで。大丈夫ですか。はい、誰にも言わんでよ。こんにちは。はい、あ、何、どうぞどうぞ。いや、あの、細原さん今来てね、自分の番組だから、あっちで聞いてた、最初。じゃあ、あの、最初にさ、うつの話してたんだけど、うん、結局最後まで、うん、そう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 、だから聞いてた。まあ、結局うつ病の正体は要はすくみ行動だから、うん、ね、それがひどいくなってくると、うん、戦略として短期的には有効な戦略でしょ、うん、短期的には有効な戦略だけど、うん、長期的に良くないんだけど、うん、人間だけど魚もうつ病になるっても証明されているので、魚が、うん、なんか仕切ってやるとみたいな。そう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 、もう証明されてて、グッピーとかの水槽の中にグッピーを入れて、うん、天敵を入れるわけ、うん、天敵っていうのは人間に対したらヘビね、うんうんうん、天敵っていうのはもう見た瞬間に食われるようなレベルのやつね、うんうんうん、天敵もう生まれながらにして敵だから、うん、天敵ね、うん、そういう例えばアロアナとか入れるのかな、シルバーアロアナとかレッドアロアナ、まあまあそういう肉食系やばいの入れたらグッピーが逃げるじゃん、エサ菌が、うんうん、エサ菌とグッピーはちょっと違うけど、まあ逃げるさ。で何十匹もいるけどみんな逃げ回るんだけど、うん、1ヶ月ぐらいしたら全員逃げなくなるって、やれ、どうぞやるならやってみたいな感じで、諦め、なんか犯され慣れた女みたいな、うん、ひどいひどいひどい、いつ決まるの、ブーいや、まあ、聞こえなかったことにして、うん、で、その、魚を調べると、うん、全部、遠心分離機にかけて、うん、まあ、粉々にして、魚を、うんうん、成分を調べると、うん、コレチゾールだらけだっけよ、マジでマジで、全部体中がコルチゾールになってるって。コルチゾールってストレスホルモン、うん、ストレスホルモン、コルチゾールが出ると何が起こるかっていうと、ストレス反応が起きて、そして海馬が萎縮して、うん、うつ病になる、うん、でコルチゾールを中和するのはセレトニン、うんうん、だからコルチゾールが悪いわけじゃないよ、うん、コルチゾールが出ると息が浅くなったりするでしょ、あ、浅くなったりするし、だからこれはすくみ行動じゃん、うん、息を潜めるっていうのは要はね、だから爬虫類に襲われてた時の名残でしょ、うんうんうん、まず動かないければ襲われないっていうのもあるから一つの戦略としてあったみたいよ。だからうつ病は戦略だからね、そうなんですか、うつ病は生き残るための一つの戦略だから、いい悪いはないわけよ、うんうん、ただそれが短期的には有効な戦略なのに、うん、それがそっちゅう、例えば扁桃体っていうのは暴れるわけよ、アンプだから、うん、だから蛇を見た時に例えば紐みたいのがふって見えたとするさ、うんうん、紐が、うん、紐が見えた瞬間に紐かな紐かなとか言ってたら危ないの分かる危ないですね、やらない、紐って思った瞬間にこのパターンが蛇の形に見えてるから、うん、要は幽霊も見るのも同じことね、うん、幽霊だってびっくりするのはただのシミとかあるでしょ、うんうんうん、ね、シミ、ただのね、うん、ただのベッドのシミだったみたいなね、うん、お漏らししちゃったのねみたいなねそういうシミがあったりとか、例えばよくね、何でもかんでも本当に人って、うん、見れるように見るんだな、脳は要は見るように見るようにできてるから、うん、最近中城城址のホテルの動画上げたんですよ、うん、フェイスブックで、うんうんうん、電話かかってきて、うん、2人から幽霊が映ってるって、見たら映ってるわけよ、嘘よく見たら本当に、うん、映ってるんだけど、
そう、見ようと思ったら見えるってことね。あの、言われたら本当に見える。怖くなるぐらい。見えるんだけど、光の反射だろって言いたいわけよ。要はそういう風に見るように見るから、これは人間の脳の毛様体不活系っていうところでしょ。そこで全部ね決めていくから。だから引き寄せの法則もそうでしょ。自分が見たいように物事を見てるから、自分が成功するんだと思ってるんだったら成功を数かごとく見ていくんでしょ。引き寄せの法則っていうのは毛様体不活系だよ。ラスっていう原理があるさ。だからお会いしたことはないけど、普天間さんとゴヤッチつながりでラスの先生がいますよね。誰だろう。なんか親瓶とか言ってたよ。親瓶さん、会ったことないんだけど、はいはいはい、一回だけ会ったことある。あ、一回だけ普天間さんと飲んでるのとか、なんか集まってるのを見て、親瓶さんって言ってコーチングの先生なのかな。多分コーチング系だ。セルフメンタル的なので、まあ、上あの日賀ゆなさんのとこのお店でセミナーもしてたりとか、いつかなんかお会いするだろうなと思って、なんかちょっと面白そうな人、名古屋とかに住んでるんですかね。ですかね、北の方かもしれないですね。彼、あの親瓶さんはこのラスっていうのをやってた、多分毛様体不活系のこと言ってるのか、もしかしたら何かの当て字なのラスなのかわからないんですけど、うん、まあ、とりあえずうつ病っていうのはそういうことで、魚類、魚も持ってるからね、うん、要はあの生き残るために必要でしょ、うんうん、しょうがない、しょうがないで、しょうがないものに対して悩んでること自体はしょうもない、うん、しょうがないから、うん、なんでかって、痛み、もう一回話戻るんだけど、はい、痛みを取ったら生きにくくなるの、あ、生きやすくなるのって話だから、うん、痛みがないと危ないでしょ、うんうん、さっきのあのゾンビの、ゾンビであるね。ゾンビだっけ、なんとかソルジャーだの話じゃない。ユニバーサルソルジャー、まあある意味ゾンビだけどね。こっちに引っ張られたね。もう完全にあのもう頭の中で意識してる。で結局人の話聞いてないんだよね、しんちゃんね。人間はだいたい8割9割聞いてないから、うん、なんでかってセミナーとかやってて、うん、じゃあこの前僕のセミナーで何言ったかって言って 99% 誰も答えられないと思うよ、うん、いや、なんか面白かったって何がって言われてもこんな感じだと思うよ、うん、人間も記憶化されてないから、人間の記憶の仕組みっていうのは、うん、そもそも知らないことは認識できないから、うん、知らないことは認識できないし、知ってることは覚えないってとんでもない矛盾点があるの、2つとも。覚えない。なんで知ってることを覚える必要がないのに、じゃあ道歩いてる時にデータとして入力してると思います？毎日通ってる道とか自分の家のデータは一度見てるじゃないですか。例えば自分の奥さん、旦那さん、子供、顔見るでしょ。顔見た瞬間にこのデータが脳の中に入ってるから、少しさらっと見た瞬間に元のデータで捏造できるじゃん。これが脳の仕組みだから。だからよくよく自分の子供を近くで見たり、よくよく意識的に見たら身長が伸びてたり、自分のお袋のことをよく見た時にシワがあったりするさ。だけど前昔見た記憶を、うん、と投影させてるから、だからそう見てないんだよね。あと人の話も聞いてない。なんでかって知ってることは聞かないでしょ、うんうん、それ知ってるっていうさ、うん、知ってるから聞かないじゃん。知らないことは分からないじゃん、うん、だから実は言葉で人に物事は通じさせることができない。へー。からイメージ戦略が一番、うん、イメージをしてもらう。もう そういうだからアップルとか最高だよね。アップルの商品とかをいちいち語る必要がないから、うん、アップルっていうものはなんかかっこいいっていうイメージなのか、例えばユニクロっていうものは説明しない。ユニクロの製品とかまあところどころは説明しますけど、ユニクロの大きなコンセプトは、今はユニクロは良くないんだった業績が、今良くないけど昔はかっこいいなと思ったのは、要は安いをかっこいいに変えたっていうのがかっこいいかなと思って。要は賢い選択でしょ、ユニクロっていう選択は。安いだけの選択で洋服選ばないもんね。安い洋服買うってこと自体には抵抗があったじゃん。例えば 3A とか書いてる、 3A とか丸 A とかね、ビッグワンとか書いてる T シャツが着れるかどうかっていうことだけど、逆にかっこいいから着るけどビッグワンは、俺は逆にかっこいいけどビッグワンとか。だけど
安いものを欲しくないさみんな、うん、特に僕たちはっていうか世代的にアパレル世代だから、うん、DC ブランドって見え張る世代、うん、あそうなんですよね。洋服は高いの着てるって言いたいがための世代なのに、うんうん、おかしいよね。だからプリウスも戦略的には同じだよね。プリウス乗ってる人たち俺はセコイってなんで言わないのって。本当はセコイじゃんプリウス乗ってる人って。何が面白いのあの車って。リアルさんが笑ってなんかほらなんで蛇の穴に棒入れる噛みつ慣れてないね。あだけど今向かい合わせだけどちょっとずつこれが要はあの要は一番いいうつ病治す方法。なんで俺がこうなったのお前うつ病にするんだもんね。いやいやいやするコルチゾールがコルチゾールが出てる、うん、ストレスストレス豊里さんっているさあの JMM にいた今もいる、まあいるといえばいるんだけど今日のフェイスブックでなんか過呼吸だ助けてくれってフェイスブックで上がってたね。ダメあるぞ悩んでる先週なんか人生相談をしてたって言ってたよ。あ、なに何何トヨサさん聞いてる？聞いてないと思う。聞いてないか。で昨日なんか過呼吸が出たから治療してくださいっつって来て。マジで？でまあなんかこう仕事場の人間関係がちょっと嫌みたいで。うん、でこの前その人生相談来た時も。間違っても精神科だけには行くなよって言ったのに、うん、で昨日治療した時も病院は行くなよって言ったのに今日の朝のあのフェイスブックだったからこいつもういいやと思って病院行ってこい早くみたいな。あれもう薬漬けにされてこいと思って。まあ多分相手にしてほしいんですよ。確かに。そうそうかまちょかまちょ。あ、上原さんに言われて風邪薬は飲まないで治しました。おめでとうございますあ、こういう感じでいいね。まあいいんじゃない。このポジション持っといけば、うん、このポジションって結構鉄板ポジションで誰も入ってこないからあのさ、結局最後は得するのは志村けんだったって話だよね。志村けんってドリフターズの中で一番外しのやつでいじめられっ子だったのに一番売れたのは結局志村けんだよね。しんちゃんはこのポジションで、なんで志村けんってね何も芸持ってなかったですよね。ネタもね、なんか今かっこいいんじゃないの。三味線とスカパと、ね、スカパと一緒にかっちょいい、ね、ずっと一番下っ端でいじめられたんだよね、うん、ドリフターズの中でね、うん、大出世したさ志村けんが最後すごいポジション的な。だから可愛がられるっていう風に思えばいいんじゃない。いっぱいコルチゾール出して出しながら含んで時にはそうそういっぱい出してあのセレトニンも出していつきちゃんの前に座ってわざわざ今もう扁桃体が危ないだからさっきのうつ病なんじゃないあの紐が出たら、うん、紐がパッて見えますよね、はい、その紐が見えた瞬間に、うん、最初に四角的に入ったものは毛様体不活系っていうところ通るんだけど、はい海馬を、海馬が記憶の門番っていうのがいて海馬、うん、海馬、うん、海の馬ね、うんうん、海馬のとこでパンって、はい、あの入り口にゲートに来るわけよ。海馬さんっていう人がゲートに立ってるわけ、うん、この紐みたいのが見えたらとりあえずパッて通すんだけど、うんはい、その時に紐みたいの見たら扁桃体がこれは蛇だってヘビニューロンっていうのがもうあるわけよ、うん、もうだからもう潜在的に例えば、猫生まれたばっかりの猫あネズミに、うん猫の匂い嗅がせたら逃げる。会ったこともないのに、うん、これがもう証拠で要は猫の匂いつけた食べ物は食べないネズミ。要はもう教える前から知ってる、うん、まあ、なんでかって当たり前じゃんね。天敵だから、うん、天敵の情報はもう入れとかないと遺伝子にね、うん、だから人間はだからヘビはもう気持ち悪いわけよ、うん、なんでかったらまあ古生代の多分デボン期とかあの辺ぐらいに哺乳類ができるんだけどちっちゃいじゃん最初ちっちゃいね、うんうん、ネズミみたいなやつが当時の爬虫類でっかいじゃん。そうかそうか。一口で食べられる見た瞬間に食われちゃうじゃんヘビとかにパクって、うん、恐竜とかあの目にあの目嫌じゃん、うん、あのなんかあの辺あの感じは嫌だけどだから動くだからそういうのを見るとあのもう
認識する前に逃げないといけないじゃんね、うん、だから海馬がそれをパッて見た瞬間パターン的に拾うでしょ、うん、だから扁桃体がニューロンがパッて発火するわけよ、うん、ヘビだって、うん、したら扁桃体がヘビだぞーってアンプみたいに叫ぶわけさ、うん、したらパッてびっくりするから動くわけ、うん、して落ち着いたら2経路あるわけよ。脳は扁桃体経路と大脳辺縁系経路、あ大脳神経系路だけどこっちは遅いわけよ遠いから、うん、だまずはとりあえず逃げるわけ、うん、逃げて遅い脳が大脳神経の方に来た時にこれは紐だねって、うん、落ち着いてってやろう。だからこれができない人がうつ病、うん、パターン的には逃げていいわけよ。逃げたりびっくりしてもいいけど一番上の脳であそれは違うねって、うん、情報処理を書き換えないといけないわけさ、うん、それを書き換えることができないまま扁桃体がヘビだーヘビだーヘビだーってヘビだーってやってると海馬っていう門番が疲れて萎縮して血流が悪くなって死んじゃうわけさ、うん、でうつ病出来上がりみたいな、うん、でその海馬っていうところを針で電極刺激するとうつが治るって分かりやすいじゃん。当たり前じゃん。そこ電気流せばいいから。だけどその電気を流すためにはちょっとあの要は穴を開けてやらないといけないんだけど人間には反射っていうものがいろいろあるから要は手とか足とか動かせるからかいけるってことは戻ってこれるさ電気的に。だからその体のいろんなところを刺激することによって脳の中に電気が走るでしょ。そういうことによって活性化させればうつ病が治りますよっていう話をちょっとまあ上原さんに言ったからそんな感じです。それをあのジャグリングでもできますよ、ね、ジャグリングは、まあ、NLP の神経言語プログラミングっていうのも全部あの組み込んでるんだけど目を上に動かすことによって海馬が開くからだから物を思い出すときは左上を見るでしょ。だって昨日何食べたってこうやって目が上がるのは目の神経と海馬の神経が隣同士にあるから、うん、思い出すときには目が動くようになってる。で右上が何左上が何左下こっちは胸郭デジタルこっちは聴覚デジタル全部向きで決まってるからさ。だからメンタリストとかは目の動きで人の嘘とかが分かるようになってるんだよね。プロファイリングする人たちは目の動きでまあそれは訓練が必要になるけどただそれがあるってことを知ってて別にまっすぐものを 見れば見る。嘘つきはだいたい鼻見てるから鼻、うん、目から逃げるからさ、うん、人間はやっぱり 目が一番よから、宗教系は目のマーク全部入れるじゃ ん、 うん究極のマーケティングは目を入れることだからへ 目の形を入れると人間はだからさっき言ったように要はシンボルとして要はあのサインとして蛇みたいな形に反応するニューロンがあるから、うん人間には人間の顔認識ニューロンっていうのがあるわけさ。要は何でかったら人間の顔色を伺わないと敵か味方か見た目では見た瞬間に分からないと生存的に危機じゃん。この人は自分を襲おうとしてるとか味方とか敵だっていうのを目で判断するから、だから目って人の目を気にするでしょ。例えば狙われてるかなって振り向いたりするさ、見られてるみたいな見られてるってこと自体は危ないでしょ。だから 目とかには反応するようにできてるわけよ脳が。だから 目を見ると反応してしまうし赤ちゃんを見ると反応してしまうようにできてるから、だから選挙活動にベイビーとか使うのは、うん、俺はちょっと反対ね。選挙活動で最近あのおしめのあのパンパースつけた赤ちゃんとかがポスターに入ったりするじゃん。人間は脳がバカにできてるから赤ちゃんとかのポスター見ると赤ちゃん見ると母性本能があるから、うん、男の人たちも可愛いって思うじゃん、うん、赤ちゃん悪く思うことできないでしょ、うん、人間として。それ政治家とくっつけたらその政治家と、うん、あの紐付けされるわけよ。よく見えちゃう。よく見える。その赤ちゃんの目線を政治家の目線に持っていくように広告は作る。自分だったら赤ちゃんが見上げてるやつが政治家が目線を持っていくわけ。政治家の顔を見させるように赤ちゃんから政治家に持ってって政治家の目線を公約のとこに持っていく。こうやって写真撮る。あの広告作るときにさ、まあ、それはだから脳の仕組みだから。だから自分は何か広告とかには見させたいんだったら目に見えるような
模様を入れる。無意識に目って分からないように目の模様を入れる。それがあの多分あのピラミッドの真ん中に目入れてるやつとか、クリームス、なんでかと引きつけられちゃうじゃん、って注目してしまうから。だから広告とかでも目だけの広告とか、顔の目のアップとかちょっと引っ張られない、ね、その後どうするかは別だよ。とりあえず引きつけるっていうのに関しては 目ほどものを言うぐらいだからね。目を見て、でその目が多分思い出したりとか作ったりっていうの、目の動きが脳の動きになってるから、その要は正しいっていうか、人を騙そうとするときに訓練してる人は、もうスパイみたいな人は訓練してるはずだから目を動かさないようにしてるんだと思うけど、普通の人は動くじゃん。だからまっすぐ物を見て話してない瞬間に危ないと思ったらいいよ。ただこれだけだもん、鼻見てるよ大体。鼻を見て話してる営業マンはちょっと、して下見たから何か言ったら考えてる、下を見たら考えてるから、で上を見たら基本的に思い出してるから。これはNLP の神経言語プログラミングっていうのと、あとは EMDR もそれでしょ、目のね。まあ、こうやってあなたはだんだん眠くなるっていうのも、こうやって両方もあるじゃん。これ目動かすと、要は目が動くからパルスが出て海馬に刺激されて記憶の門番が開くでしょ、海馬が。そしたら出し入れできるじゃん、記憶の側頭葉にぶち込まれた、それを引き出したりとかしてぶち込むから、そうしたら洗脳できるじゃん。だからカウンセリングって本当は良くないんだよね。俺大反対だね、カウンセリングは基本的に。なんでかったら、その人格者である人だったら大丈夫。なんだけど服脱がすのとか簡単にできるもん、テクニック的には。やり方としては、例えば見ながら今からどんどん過去に戻っていきますみたいな、こうやって戻っていけるわけよ。だから開くから、だから今あなたは学校の近くを歩いてますって言ったら思い出せるでしょ、で、あなたはそこになんか歩いてる、要は感覚的なことを言うわけ、日差しが暑いですとか、思い出すから。思い出す、人間の例えば梅干しって思ったら口から唾液が出るさ、要は想像しただけで人間は脳が本当か嘘か区別がつかないっていう証拠だから、想像しただけで現実化してしまうけど、体が、脳がバカだからさ。だからそういう風に持っていくと、あ、暑い日差しを歩いてますって、そこには川がありますとか言って、川があります、あ、とっても暑い、とっても暑いって言うと、よくわからない記憶を再合成させてとっても暑い日を思い出すでしょ。でそこにはとっても綺麗な海があります、目の前に海が広がってますみたいな、川が広がってますこと言うとキラキラ輝いてますみたいな、なんか入りたくなってきた。そこであなたは飛び込みます、ぼっちゃんとか言うと飛び込んじゃうの、バーンって頭の中で飛び込むでしょ、想像してイメージで飛び込むさ。その瞬間にお母さんに怒られる、服脱いじゃかないと濡れちゃったって言ったら脱いじゃうって、反射的にそこまで引っ張っていって、もう脳は入っちゃってるさ。そしたら洋服脱がなきゃ、乾かさなくっちゃとか言ったりとかするのをボンと頭の中に入れたら、そのまま脱いじゃうわけよ、この人が。そういう風に引っ張ることができるから、そういうのが危ないわけ、 EMDR は。要は何かと、技術はキネシオロジーって技術もあるじゃん、あれは全部本当の技術さ。筋肉反射するの当たり前ですよね、潜在的に好きなものが嫌いなものってあるさ。ね、そういう風にオーリングとかなんね、こういうのとか、コックリさんもそうだしね。自分ならコックリさんは自分たちで動か、無意識に動かしてるのできるよ、やる今ラジオでやっちゃっていいんですかねメンタル悪いからうつ病なんで、コックリさんやったら、しんちゃん、この指に、俺の指にこの指合わせて、で俺が合わせるものにこうやって綺麗に動かして、こうやって動かすでしょ、ずっと指示して動いてしたよ。そしたら次動かさないで、動かさないで動くさ一度動かさないでって言われても、一度こういうのちゃんとやると動かしてしまうと、ネットで調べたら簡単にできるよ。こうやって同調させると波動がくっつくわけさ。こっくりさんも同じだわけよ、引っ張る、無意識に動かしてしまう。よくこうやったら重くなるのとかあるさね、こうやってやるのとか、熱くなるとか、こうやったら熱くなるの当たり前じゃん、熱くなるからね。
手とかも熱くできるよね、こうやってマッサージするときもね、熱くなれ熱くなれって言ったらちゃんとここに熱くなるの、うーん、できますよね、整体の人とか。だから最終的にそういう技術の話じゃなくて、キネシオロジーも EMDR もこう心理療法も全部技術はいいわけよ、うん、それを使う人が人間だっていうことを忘れちゃいけないよね、うん、機械じゃない。だからそれを心ない人が使ったら危ないじゃん、実際いるからね、なんでそういう奇跡見せられたら奇跡でしょそれ、うん、奇跡を見せちゃいけないだって。だから奇跡についてくるからカリスマ化するじゃん、うん、だからカリスマ講師は危ないんだよね、うん、カリスマ化した時点で本当は自分もカリスマ化にしないようにしてるけど、個性は個性だから別だから、うん、要はあかっこいいとかいうことこういう感覚で見ちゃうんですよね、うん、そうすると人を上に見るっていうことは、うん、自分を下に見るっていうことと裏表だからさ、うん、だからあんまり誰かを好きですとか、うん、その人が好きだとかはいいわけよ、うん、すごい人だとか、うん、尊敬してますっていうのはちょっと危ないよね。めっちゃわかる、まあ、わかりますめっちゃわかる。だからフラットに見ないと、ね、そうフラットに見ないとね、うん、あの旗から見ててあこの人何も考えなくなってるっていうのが分かる。思考停止にしてしまうから、うん、例えばもう僕もあの失敗をしたから同じ鉄を踏まないようにっていうことでお話ししてるんだけど、うん、ダイビングでやってる時にカリスマ化してたから、うん、めっちゃスタッフが育たない育たない考えなくなっちゃう。上原さんこれだよ、カリスマ化するとスタッフが育たない。なんでかったら、いやそれは上原樹さんだからできるんじゃないですかみたいなね。だけどこれがまたモロハの剣で、いや誰でもできるよってやったっけよ今度アイランドクラブで、うん、バカになったみんな今度だからバカはバカだから育てないもう結論なんでかな、なんてどんなアプローチしても結局あの原因はこっち側になっちゃうじゃん、うん、ね。例えばカリスマ化して引き寄せようとしても、うん、作為的でしょ、うん、俺がこうやってやろうとしてるさ、うんうん、だけど今度あの何もしないでって言っても何もしない、あの自分はみんなと凡人で一緒ですよってやるとバカにしてくるやつがいっぱい出てくるでしょ、うん、だからモラーの剣なんだよね。だから結局できるやつはできる。そうそう、だから付き合う人間を最初でみんなかけないといけないっていう、そうそう、もう実は最初で決まってるから、うん、そうそう、あの相性、ね、小屋さんが言ってるのはもうね、採用する時の採用に勝る教育なしっていう、あそう、実は教育なしだから、うん、要は面接の時点で合う合わないがもう決めてる、うん、それが大事、うん、自分は大好きな面接の仕方はモーニング娘。の面接が好きですね、つんくんの面接。もうモーニング娘。が流行ってる時に、まあ、今で言ったら AKB かもしれないけど何千人って来るでしょ、それ面接官何人かしかいないじゃん、一人の面接1分もないってよ、いちいち。だからまず大事なのは、まず大事なのは 何だと思います。人を一緒に雇うという立場で言うと、雇うって言葉はちょっとあんまり好きじゃないですけど、協力していってもらうっていう、何一番何がいい、もう一発で答え出すからね素直は最高の、うん、言ってた、素直が一番さ。じゃあ素直っていうのは、うん、とツンク風に言うと、例えばしんちゃんが面接来ました、はい、はい、しんちゃんお名前は、中村慎一郎です。ちょっとおでこ見せて、オッケー、こんな感じ、おでこ見せてってパッて見せる人は、まあ、一時合格、これで合格終わりだけど、うん、女の子だからさ、これ女の子には結構、女の子におでこ見せてって言ったら、えちょっとおでこはとかいう人いっぱいいるって、あのいやちょっととかなんか言い訳した瞬間に終わり、あ落ちる、バイバイ、うん、理由はない、うん、なんで素直っていうことは理由なしにやれるってことだから、だから俺はあの掃除してって言ったりとかしたときに、どんな風にですかとか、とりあえずやってって、うん、そうそう、そこなんでですかとか、どうしてですかとか、いちいち言うなよと思うもんね。だけどそういうのを あんまり変な教育受けてきて、いや理由がないと動けませんとかなんだよこいつらみたいなね。
某進学校の、まあ、公立なんだけど、某進学校の卒業生たちはなんか今会社とかで全然使えないっていうクレームだから仕事に正解があると思ってる。そう、だからなぜこの仕事をじゃあこれしといてねって言ったら、え、なぜこの仕事を僕がしなきゃいけないんですかいけないんですかとか、とりあえずとっととやれよっていう話じゃないですか、まずは。とにかくやれっていうのがなんか結果を求めすぎだよね。あの要は素直じゃないってことだよね。これやったら得するのとか、そうそうそう、何があるのとか、なんか一応例えば掃除してくださいっていうので、そのお客さんを迎えるためにっていう理由を与えて動けばいいんだけど、なんで僕がっていうところの領域まで行くともうこの辺から来たらもう来るなって言いたいよね。そうそう、まあ理由を聞くのはまだね、自分はいいかなと思うんですよ。その次までひどいのがいるんだね、うん、なんでそれを私がするんですか、そう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 みたいな、そうそうそうっていうのがもうこんな子供がっていうかこういう人が多いから、うん、もう仕方がない、軍隊式教育しましょうっていう風な社員研修が多くなる。だけど僕は否定派だけど、うん、そういう軍隊式はやっていいですと思ってる。あの自分はそういう人たちを相手する仕事はしないから、うんうん、あのやる人たちが必要でしょ。それがいい悪いではなくて、うんうん、必要な人たちがいるんだよね、軍隊がね、うん、なんで軍隊って怖いだよね。例えば軍隊式っていうのは素晴らしい営業マンを作ることかもしれないけど、要は軍隊ってさ、目の前で子供撃てって言ったら撃たないといけないからね、撃たないとダメよ。なんで軍隊でしょ、なんでこの子供がもし爆弾持ってたらどうする、そこに子供だから撃つとか撃たないとか、そういう話は別次元で話してくれって話だから、軍隊だからね。命令は絶対なんですよ。なんで軍隊って兵隊って考えちゃいけないからね。あの織田裕二とかダメだよ。兵隊としては、うん、織田裕二はヒーローだけど、うん、あれはなんでヒーローになるかって言ったら、全員がサラリーマンだからよ、うん、世の中一般的な人たちは全員兵隊だからね、うん、一般的な人たちって兵隊で生きてるでしょ、サラリーマンとして、うん、なんでのしんちゃん。いや、そうなんだ。そうさ、なんで、はい、ダメだよ。なんでじゃあコンビニで働いてておにぎり温めますかなんとかって、いやおにぎり冷やした方が美味しいから僕冷やしときますってやる？やらないです。自分勝手にやっちゃダメでしょ。はい。例えばバカがいるんだけど、俺のスタッフに飲み屋ってわかる？飲み屋正しい、あいつがバカだからコンビニに働いてる時に自分が食べたい弁当を売れ残ったら捨てられるさ、それを自分が食べたいがために売れ残るようにやってた、一生懸命奥に入れて、奥の方に入れて、うん、で今度その売れ残った弁当を売るバカまで出てくるでしょ。あそれをまたヒーロー扱いする世の中がいるでしょ、頭いいとか、いやだから違うんだってみたいなね、うん、そういうところをビジネスアイディアとして出すなみたいな、うん、レベルがさちょっとおかしいわけよ、うん、まあ、そういう意味で自分勝手にやっちゃいけないわけよ、軍隊だから、はい、だ織田裕二ってそっちね、上司命令とかね、うん、跳ねのけるさ、あれは要はそれが普通じゃないから面白いんでしょ、うん、ね、普通じゃないから面白いんでしょ、うん、だから普通だったらね、いや撃てって今対撃ちますバーン、面白くドラマにならないじゃん。、うん、あのアメリカンスナイパーって映画見た方がいいよ、すごいよあの映画、あの映画はすごいよ、アメリカ実話だから、もうスナイパーで何人殺したんだと、とんでもなく殺してるんですよね、うん、命令で何人も、もうすっごい腕があるわけ、うん、で途中でやってることに対して仲いい子供撃っちゃうんだよね、うん、子供も撃つわけよ、うん、すごいよ。だけどこの子供撃つんだけど、本当にとんでもない爆弾持ってて、撃たなかったら全部全滅してた、悩んでるわけよ、撃てって言っても撃てないんだよね、だけどバーンって撃つわけ、撃ってよかったわけよ、爆弾持ってた子供が、ここまで
で聞いたら見れないですよだけど、もうもっと大変、もっと、もっとすごいもう最後見た時に、はっと思って、うん、最後は言わない、ハーレーが出てくるけど、ね、もう本当に、あ、これなんだ結末はっていう結末ひどいよ、うん、見て、とにかくあのみんな本当見た方がいいなって思う。カウンセリング系は見た方が、最後、この人カウンセラーになるんだよね、セラピストになるわけ。さっき言った、だからあの人の戦争で悩んでる、自分が悩んでるさ、めちゃくちゃになるさ、だから立ち直った後に助ける仕事の方が、まあこれアメリカンスナイパー。2時半です。あれ、そろそろ CM です。うつ病の話がまだまだ終わってないけど、まあいいですか。なんかたまにいい話になりますね。面白い、面白い。やっぱ脳の話とか面白い。これかアメリカ。脳の話は今 NLP の神経言語プログラミングとルー体数のコーチングと、あの香水ミラクルとか全部混ぜたやつのでテキスト作ってるんで面白いですよ。あと仏教とあの聖書も入れてる、ね、普通のサラリーマンが兵隊って聞いたのがちょっと衝撃で今日立ち直れない。兵隊って悪い言葉じゃないよ、はい、必要でしょ、仕事、はい、そうです。じゃあ兵隊エヌズエヌズリンパ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 あの兵隊って言葉にショック受けてるっていうことは、ちょっとびっくり、うん、あの企業戦士って言った方がよかった、あビジネスパーソンとかって言ったらなんか響きがよく聞こえます。じゃあデザートがスイーツになっただけでしょ。うん、別に本質的な意味は、ジーパンがデニムになった、ね、ファッション業界のね、あの名前を変えてイメージが変わっただけで、プリンがブリュレだった、なんかねブリュレだった、ブリュレバイキングね、あのスパゲティをパスタと言いやがってみたいなね。そうそうそうスパゲティはスパゲティだったのにパスタになっただけで100円多く払わないといけないでしょ。あ、そうなんですか。おしゃれになったから、おしゃれになった分付加価値がつくから、人は情報食ってるんだって。物食ってんじゃないよ、情報食ってんだよ。本当に美味しいところのステーキ屋さんとか、はい、どこだとか、本当に美味しいそばはどこだとか議論すると、うん、結構みんな適当だよ味。本当に美味しい、目つぶって食べて本当に美味しいとか、どこのステーキが美味しいとか当てきれる人いるのかなと思うけどね。あの芸能人格付けみたいに、あれなんか全部外すよね結構外しますね、うんうん、分かんない、そんなあやふやだもん。ただステーキが美味しいのは自分はやっぱりビッグハートだと思うけど、うん、あそこの肉は美味しい、あそこの特製、あの特製牛は美味しいな。フォアグラでしょ。コアグラは、コアグラわざと言ってるよ。わざとです。あそこ別ってよ。偽物って言うの。偽物別だよ。あー。コアグラ、あの、なんか、あの、商標登録取ったらしいよ。偽物の方。ひどいよね。偽物が商標を持ってる。残るね、ビあのー、合わせ、合わせ、あとライカムじゃなくて沖縄市とか。西原はあの329の三重の西原シティよりもうちょっと、うん、西原の海の頃に向かって、なんか駐車場は広くて2階だよね、服薬局かなんかの、そうそう、ちょっと錆びれたところ。ジャッキーステーキより美味しいよ。ジャッキーステーキと88も美味しいね。ただ値段的に言うとビッグアートかな。ジャッキー高いもん。ジャッキーは本当にあんなもんね。ジャッキーなんか脱税何千万やってるんだろうね。こんなこと言ったらダメか。何千万も何千万も儲かってるはずね。ありえん、わかる。ジャッキーあの値段であのオペレーションで1日1000食とか出るんじゃない。自分の知り合いが数えて1日8回転ぐらいするみたいです。8回転、じゃあ800席。だからまあ満席率がまあ7割8割だったとしても、もうほぼ満席、2時間待ちとかだよね、6時7時とか言ったら、それがあれでしょ、夜中もほら飲みの帰りにみんな食べてる、
うん、あ、そんな遅くまで、いや夜の11時、12時いっぱいしてるよ。あへ、いや、その時間まではわかるけど、だから1000人ぐらいいると思うよ。もっと遅くまで空いてるね、ジャッキーはもっと遅くまで空いてる。1000人だ、客単価3000円で1000人だったらいくらなの。3000、3万、300万、1日の売り上げが1000で1月1億30、そんなことある。30万じゃない、違う、30万、1000人、3000円かける1000、30万、あ、じゃあ1億だからもっとあるね。なんでかったら自分別の飲食店のコンサルもしてるから1億ってそこでポコポコあるもん、うんうんうん、もっとあるね。やばい、それも料理じゃないしね。え、焼くだけ、焼くだけじゃん、料理じゃないわ、料理じゃない、要はあのスターバックスと同じじゃん。レシピじゃん。スターバックス料理じゃないじゃん。あれ火加減とかないでしょ。要はどんだけ入れるっていう手順でしょ、はい、料理ってね、その日のね火加減とか湿度で変えたりしたり、盛り合わせのセンスとかあるさ。なんていうの、人参1個置くにも、うん、この人参とこの人参をこうやっておこうっていうセンスがあるじゃん、うん、料理っていうものにはないじゃん、ステーキとかには。なんか切ったグラムで測って焼くだけだから。あ、そうだった。焼き加減も適当だからね。結構俺必ず普通より強くって言ってるよ、うん、なんでかったらやっぱオペレーション早いから、普通って言ったら大体生でくるからね。あ、レア気味でくる、レア気味でくるよね。まあ、基本的にじゃあそういうことで言うと、一番美味しい蕎麦屋さんの決め手は目を見るっていうことと一緒なんだけど、うん、熱いスープのとこは大体美味しい、うんうん、合ってるよね。合ってるよ、おばあが指入れたら、ね、熱いスープを入れてくるところはちゃんとした蕎麦屋で、うん、あの儲かってくると、儲かってるのに比例して温度が下がっていくから、なんで回転率上げるために、あーなるほど。のもうあの要は欲っていうものに負けて、たくさん行列が並んでるの見ると金って見えくるさ、お客さんのこと、はいはい、お客さんのことを金って見てくると回転率を考えてくるから、うん、マクドナルドみたいに座りにくい椅子にしようとか、ここ一番みたいに冷やしたい皿にするようとか、ここ一番って皿が広いのは冷えるスピードのためだから、うん、そうだったんですね。深いのでやったら、ずーっと熱がこもるじゃん、うん、ここ一番は早く回転させたいから、多く見えせるし、冷えるスピードが速いから食べるスピード上げるわけよ、まあ、これは技術的なも悪いって意味じゃないよ、はい、要はこの席数でたくさん捌くためのことと、そこは居心地よくして座らせる商売じゃないから、うん、そうすると、色もうんと赤っぽい色にした方がいいよね、部屋の中も時間が長く感じるようにするから。人間はあの色で体感温度も全部変わるから、だから兵隊系は青い部屋に入れた方がいいね、青い部屋に。だいたい工場って全部青いじゃん、ブルーの色にしてあったり、あの短く感じるから、心理的に時間が短く感じる、だから働いてる時間が短く感じるように。病院とかも水色っぽくじゃない、あんまり長くいると思いたくないじゃん、病院に。あ、清潔に。看護婦さんとかも、うん、看護婦さんとかが全員赤系にしたら気狂うはずよ、みんな。もうずーっと閉じ込められてるような感じがするから。だから真っ赤な部屋の中に閉じ込めたら発狂するっていうね。だけどお色気系統に行くと、夜のそういうお姉ちゃん系は赤い方がいいさ、1時間で2時間楽しんだって。心理的には長く楽しめたって。なんでかと、3000円で1時間って言ってもさっさとだってしたらちょっと嫌でしょ、うん、ああ3000円で長らく話し切れた女の子とみたいな。実際は10分しか話してないんだけどね。基準か。だけどそういう風に心理学も全部、脳科学も、うん、もう全部連動させてないと、うん、言葉の使い方とか、うん、要はまあ否定語の使い方とか、要は脳は否定語が理解できないから違和感がないと。だから脳はあの知ってることは見ない、うん、あのサボるから、で知らないことは認識できない、うん、
この2つの前提で話せばいいわけ。だから例えば俺がセミナー講師だったら、セミナーは受けちゃいけませんって言ったりとかするのが一番いい。だから針は刺しちゃいけませんが一番いい、キャッチコピーとしては。なんでかと、針は刺しちゃいけないって言われたら、刺したい人にとっては相当一番、うん、知りたい内容になるから。なんでなんで、なんでが、要はキャッチコピーってなんで以上の意味はないので、なんでって思わすところに集中させればいいから、そしたらなんでって言ってサブコピー、なんでが続いてボディコピーっていう風に、要は動線つけばいいだけだから、要は数学と一緒だよね、この作り方としては。だから針は打つなって言ったら、針打ちたい人からすると絶対聞きたい内容になってしまうさ。針を打とうはダメだけど、実は針を打ちましょうって分かってるよみたいな。ほら、分かってることは聞きたくないから。だけど知らないことは認識できないでしょ。だから針を打つとどうなりますとか言っても、その人は知らないからね。副交感神経がどうなりますって分からない人に言っても意味分からないでしょ。これのいい例がハートブルーって映画だと思うよ。ハートブルーっていう映画が、キャンヌ・リーブスが最近、ハートブルーの新しい映画が今ビデオで借りれるからさ、ハートブルーの、わかります？ハートブルー、キャンヌ・リーブスのマトリックスのキャンヌ・リーブスが最初にブレイクした映画、サーフィンの映画、サーフィンの映画なんだけど、日本、あ、めっちゃ面白いから見た方がいい。ハートブルー感動する、めっちゃいい映画。伝説の男が相手役、死んじゃったけどダンスがうまい、バレーのうまい人、とんでもない有名な人、探してくださいハートブルーの映画のキャンヌ・リーブスよりすごいやつ、この敵役がすごいわけよ、絶対知ってる、名前が出ない、ハートブルー、バレリーナ、世界的なバレリーナ、多分ロシア人だったと思う。あれはホワイトナイツでしょ違う、 Say you, say me 違う、じゃあもしかしたらそれ踊ったかもしれないね。あのね曲がね、ごめんなさいハートブルーの出てこないです。めっちゃかっこいい人、もう初江さん40以上の女の人、キャーっていう、キャンヌ・リーブスと一緒、ハートブルーに出てた人ね、パトリック・スイージ、この人すごい、この人たくさん映画出てるさ、死んじゃったわけよ若くして。この人の演技がすごい、この人、だからこの人パトリックなんとか、この左側の人、キャンヌ・リーブスよりすごい。この人死んだの？この人亡くなっちゃいましたね。いろんな映画、映画で有名な、なんかストリートオブファイヤーじゃなくて、なんか踊りの映画とかいっぱい出てる、フットルース、フットルースはケビン・ベーコンでしょ、フランシス・ベーコンではないけど、ゴーストの男の人、そう、デミ・ムアとゴーストの映画にも出てる。本当だ、57歳で亡くなってる、もう亡くなってる、この映画が、有名でしょ、ダーティーダンシング、何ダンシング、ダーティーダンシング、この40以上の人たちは見てるけど、自分たちはまだ小学校とかだったはず、ね、中学校とかだから名前まで覚えてないけど、まあ、その映画がタイトルがハートブルーなんですよ。自分行かないといけない時間だまあいいかな、ハートブルーなんですけど、そのアメリカの現代がポイントブレイクっていう題名だくさ、だけど日本語タイトルはハートブルーだけど、要はサーフィン映画だから、そして恋愛ものだし、そういうハートの熱い、ハートの、だから海の話で、ハートブルー、だけど本当のタイトルはポイントブレイクだけど、だけどポイントブレイクって意味わからないでしょ、ほらだからわからないことは認識できないわけよ、言葉の意味がわからないでしょ、ポイントブレイクって。どっちもなんとなくわかるでしょ、ポイントっていうのとブレイクって。けど、イメージがわかないでしょ、
ほら、だから認識できない、わからない言葉は認識できないから脳は。だから分かるようにハートブルーに変えたけど、本当はポイントブレイクって内容なんだよね。だから ポイントブレイクって意味はサーファーにしかわからない意味だわけよ。必ずここで割れることをポイントブレイクって言うわけさ。リーフだけど、ビーチブレイクに対してリーフブレイクがあってポイントブレイクがあるわけよ。ビーチブレイクっていうのは砂浜が引きずられるから、どこで波が割れるかが見当がつかないわけよ、簡単に言うと。ポイントブレイクっていうのは、要は波は浅瀬にぶつかってブレイクするから、地形によってブレイクする場所がポイントとして決まるわけさ。このうねりだとここから割れる、このうねりで入るとここから割れるって決まってるわけよ。それをポイントブレイクってわけさ、だからこれが何を意味してるかって言ったら、ここで必ず出会うはずだったって話だわけよ。ここで出会うべきして出会う2人だったって意味を込めてポイントブレイクって名前にしてあるわけ。この2人は親友だけど、泥棒と警察官なわけよ。だけど最後にどうするかっていう内容はめっちゃ感動なんだけど、そしてこの人の彼女が、これが元彼になるわけ。お互い3人はすごい三角関係になる、まあ、男と男の話で、女はちょっとついでなんだけど、恋愛はそういう出会うべきして出会うっていうことをポイントブレイクっていう波のメタファーで使ってでしょ。だけどこの波のサーフィンをしない人とか、ポイントブレイクのイメージが湧かない人に対して、それが出会いの意味をしてるってことは理解できないじゃん。これリップルマーク理論っていうわけよ。リップルマークっていうのを見たら、ここは川だったっていうけど、このリップルマークの形が元川だったっていう根拠がわからないと理解できないでしょ。だから全てはそういうことで、全て分かるためのパターン認識として説明するにはメタファーしかいないわけ。メタファーが素晴らしい理由は、メタファーっていうのは上に上げた抽象化だから、例えば人生はマラソンですっていうのはメタファーだけど、直接的なメタファーね、なんとなくイメージできるさ。だけどマラソンしたことない人にはイメージできないじゃん。マラソンっていうもののイメージがそれぞれ違うから、本当は伝わらないけど、なんとなくそういうメタファーの達人が、まあ元々の教育者でいうアリストテレスだから、メタファーの達人タレっていう言葉があって、メタファーで、それをやってるのが仏教とかも全部メタファーでしょ。宗教は全部メタファーだ。そのメタファーを理解するためには、抽象度が高い脳を作らないといけないけど、その抽象度が高い脳っていうのは前頭葉のことだから、前頭葉を鍛えるっていうことが抽象度が高くなるし、メッセージが抽象度が上がれば上がるほど全体を包括するから、マーケティング用語では一番トップのやつの言葉を使った方がみんなに響くけど、上に上がれば弱くなるのは確かだよね。ピンポイントでターゲティングはできなくなるっていうのは、だから矛盾は出るさ、陰と陽が出てくるさ。そういう風な感じでやっていけば商売は面白い。まあ結局最後にいけば、伝説ほど売れるものはないからっていうことで、伝説は締めるんだけど、自分の誕生日の日に納車されて1号車が売れたっていうのは伝説になる。いいね。でその1号車を狙って買った上原さんはやばいのは、もし自分が何かで出ていったら、俺言っとくけど最初に買ったよって言える。あ、そうだから自分は普天間つとむさんが何回言ってたんけど、普天間さんが自分は未来捏造型思考っていうけど、普天間さんがそれ何か言ってたよね前。普天間さんがセミナーで小屋さんもいた時、僕が普天間さんと一回やった時に、はいはいはい、未来を捏造するみたいな思考がどうのこうのって、すで、はいはい、にあるっていう、すでにあるという状態で、なんとかかんとか未来から逆算してみたいなのあるけど、自分はもう未来捏造型だから伝説になるということがあり方として持ってるから、伝説にならないような商売は一切やらない、それ伝説にならないじゃんっていうのは全部そぎ取ってるから、伝説ありきだからさ、なんで最終的にそっちが早いんさね。なんでかったら、要は今まで広告費をたくさん使って勉強してきたし、これからも使うけど、テレビ新聞使うけど、あれって要は流動経費だから、流動経費使いながら伝説に持っていかないと、資産にしない、資産に変えていかないと、そう常に伝説になるように、もうそれは覚悟が決めていくよね。覚悟、妥協しない覚悟。だから今回
いろんな人がいろんなことを言ってよ、上原さんの車に関しては。ここまでやらないでいいんじゃないとか、このハンドルはわざわざつけなくてもこのハンドルつけとけばとか、うん、して実は下のマットも新品入れてるしみたいな、こんな見えないとこまでやらないでいいんじゃないとか、ボルトも全部ボルトだけで1万円ぐらいかかってるからね、ステンレスボルトに全部変えてる鉄を。もうとりあえずコンセプトが海沿いで錆びない車作ってたから、かっこいい。下は塩害塗装、上はピッチングして、綺麗なのを1回剥いでまた塗装して、それをたまたま砂辺の海沿いに住んでる上原さんが買ったから、まさに上原さんが買うべき車だったんだよ。普通の車だったら錆びだらけになるからね。あれにあとラストイベーダーっていう電子錆止め機入れて終わり、完成ということで、とりあえずちょっと僕は行かないといけないので、後で皆さん、はい、いってらっしゃい。誕生日プレゼント遅くなりましたが、俺はもらいたくないらしい。なんすか。なんでもらっとって。俺は2人はあげたからもらってもいいけど、なんでしんちゃんからもらわないといけないの。いつもお世話になってるし、みんなで食べて。ありがとう。ここで食べてもいいし。あー、またしんちゃん、それもあれでしょ、手作りでしょ。そうです、そうです。一番嫌なパターンでもね。なんでなんで。しんちゃんが作ったの食べたくないじゃん。なんでよ。そうそう、いじめいじめ。